よっしゃ。おい。おい。死ね。一個使っちゃったよ。スプレー。女性が死んでる。食ってたよね。あ、ヘレン。書いてたね。この謎は？さっきの紙とかに。あ、30？三人の少女。そのうち一人は妊娠している。一番左。これしか見えない。2020年10月4日、生年月日。2025ってことだよね。10月4日。違う。まだ言えば写真が怪しいんだけど。写真に写ってる人数とか。三人の少女。え？明かりを消してみればなんか。この死体の情報に書いてるとしたら、一種、ゼロ。ゼロ四。一瞬過ぎてわかんないな。ゼロ四二五。違う。いや、敵がいっ
ったわけだし、絶対重要な、一回応答翻訳切って調べてみよう。わからん。誕生日は女性、子供がいるようだが、3、4歳には見えない。30。30歳の誕生日？右の子が妊娠してるよね。で、この右に映ってるのがこの人だよね。で、子供を産んで30歳。で、ここで死んでるのがその、このお母さんだよね。え？ヘレン・ブリッジス。うん、そこで死んでる人、2025年。2025年。で、これが30だから、この写真を撮った時は2055年か。っていうこといいのかな？ 2050…違う。子供の生まれた年？2055年、3、4歳には見えない。2054歳だとしたら、2051年とか。違う。じゃあ3歳、52年。あ、オールドキー。いや、これ難しいな。僕、多分だいぶカットしてるけど、
相当時間かかってますから。あ、違う違う。ごめんなさい。これだ。なんだ？どこの鍵だ？あと行ける場所。こっちは調べたし。うわー、でもいるじゃん。びっくりした。待って、なんかダッシュ止まらなくなった。2体はまずいぞ。2体同時はまずい。帰ってくれ。1体ずつ。よしよし、お前だけ来い。2回やってても大丈夫かな。よっしゃ。よし、わ、いて。やろう。ああ。体力大丈夫かな。よし、まあ大丈夫だ。3回。よしよし、オッケーオッケー。なんか最近サイレントヒルやったけど、なんかサイレントヒルやってる感じになるな、この踏みつけとか。なんか使える？から来て。
わあ、出てきた。あ、あそこ開いたんだね。なるほど。よいしょ。はい。はい。はい。よーし。ん？使える？勝手にアイテム画面になったけど。なるほど。じゃあこっちの部屋は？血だらけだ。弾だ。よし。ここ、ん？また勝手にアイテム画面になった。バッテリーで？違う。ハンマー？あ、バッテリーだ。あ、これでまた、この鍵を使えたこと？ Weird. It doesn't fit. I guess this key was just for the first floor. ん？ブロックされなくなった。どういうことですか？でも中には入れない。これは。アイテム、ハンマーから。違う。よし。長い鍵と古いカードリーダー、カードライター。ジェイース。ようやくすべてのロックが更新した。したんだが、唯一拒否したのは14番のバカ野郎。とにかくこのリマッパーは安全な場所に保管しておいてくれ。今度カードをなくしたら、マスターボタンを押して、スペアルームの鍵のどれかをスワイプすれば、カードが書き換えられて、家に入れるようになる。これで、ここがいける？
あ、なるほど。よし。これできない。あ、うまくいった？マスターキーになった。おお。待って、急に。え、じゃあ上からちゃんと調べてった方がいいかな。すべて開くってこと？あ、そういうことじゃないんだ。あ、いや、開く。あ、じゃあ全部の部屋調べたいね。暗すぎる。人が。Jesus。ベン・ブリスウェル。死因は頭蓋内血症。これだけかな。ほら、よいしょ。動かない。また死体の反応が。わあ、見えないね。この人か。騒音苦情。何か変だというとパイプのせいだと言うんだ。でもパイプはチェック済みだよ。夜中の2時に暴れたりしないよ。もしまた2階であのユニット人が足踏みをしている音が聞こえたら、俺があそこまで行って奴らを懲らしめてやる。この上の階かな。うるさいと。あ、ただの役立たずのクズだ。
言ったね。暗いね。これ発光してから、ん？テレビに潰されている。テレビは脳を腐らせるとよく言ったものだ。これだけか。この死体だけか。これ下は？あ、いける。ちょっと待って。行かないで。あ、待って。イベント起きちゃった。どうなってる？これはマイカとサーシャとか。Everyone was freaking out, calling their bosses, lawyers, loved ones. But you said you didn't care. He trapped there with me.As much sushi as you could eat. You said there was no better way to go. Family and Foch. You know, that was the first time anyone had called me that. Family.戻れる。あ、戻れる。先にまずこの階の上の階とかもいいけど、まずこの階のこっち側を。
ダイアリー9月6日水、今日はローラとクリスの引っ越しの手伝いに明け暮れた。古いショッピングセンターの工事が明日から始まるのだが、ローラはクリスが一晩中寝てくれるとは思っていない。地元の人たちには窓を閉めておくように言ってある。とにかくこの仕事は2ヶ月の予定で、2ヶ月目はローラのお母さんが連れて行ってくれるから、そんなに混乱することはないだろう。クリスがいるのはいいことだ。子供は家にいい雰囲気をもたらしてくれるし、彼は僕の古いゲーム機では満足できないんだ。クリスはコントローラーを上手に使いこなしているが、未だにタッチスクリーンのように、ブラウン管を叩くことにこだわっている。ここはカードがないね。他の部屋とは違うタイプの鍵。待って、番号覚えとこう。何 0.14。先にどうしよう、上の階調べようか。ろうそく？ってことは誰かが最近までいたっていうことじゃない？死者と寝る。ちゃんとね、このろうそく入れみたいな。頭蓋骨吊るしある。なんか怪しい部屋だけど。
ここは行って。で、ここで戦闘があって。これでこの回終わりだ。急性栄養失調で亡くなってる。これら他の遺体ほど腐敗しない。生きてる人はいるのだろうか。主人公喋った。この人じゃないよね。あれどっかそのなんか穴開いてた鍵が見えたのはどこだ。3階のどっかで。ここじゃない。あ、ここだ。下の階、それとももっと下の階、2階。地図で見てみよう。これ今3階の端の部屋でしょう。
あそこか、あのタイプの違う鍵のとこかな。そうだね、多分。なるほど。どっかにセーブポイントありましたよね。じゃあやっぱりシャッターの奥だ。一度セーブをして、はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。